どうも皆さん、寒くなってきましたね。ということで、真の美聖寺です。来たる12月12日の、今年最後のイベント、渋谷 J-POP カフェですね、やるわけですけども、ゲストが決まりました。ありがとうございます。ご紹介したいと思います。ドゥルルルルじゃん、1人目、金剛寺武さんです。日本一の、ね、エアギターということで、今回、まあ、女王ドラマね、女王3で共演させていただいてましてね、すごくプライベートでもすごくお世話になってまして、そんなところも見せれたらいいなと、そんなお話できたらいいなと思っております。そしてですね、2人目がじゃじゃん、イケメンですね、根本雅一という、まあ、源五郎という、まあもう彼とはね、出会ってからだいぶ経つんですけども、どんなトークができるのか、まあ、久しぶりにイベントで皆さんの前で喋れるんで、どうなるかなと、まあ、この後も電話で喋ってて、もう好き勝手俺は喋るからお前もついてこいよというふうに言ってましたんで、皆さんぜひぜひご期待くださいということでですね、今年最後の、イベント12月12日、J-POP カフェにてやりますんで、皆さんぜひ遊びに来てください。以上、しゅんらんでした。